デジ・アーナズ、デジ・デリオ・アーナズ、またはデジ・アーナズ、デシュ・デリオ・アーナズ、デシ・アーナズ、1917年3月2日から1986年12月2日はアメリカで活躍したキューバ生まれの俳優、プロデューサー、ミュージシャン。聖の英語での読みは何アクセントを置く、アナーズが近い。ラテン音楽バンドのデジ・アーナズ・オーケストラのリーダーとして著名になり、 当時結婚していた、ルシル・ボール主演の連続テレビドラマ、アイ・ラブ・ルーシーのリッキー・リッカード役で特に知られる。ボールとアーナーズは、この番組の再放送方法の考案者としてくれじ、されている。デジ・アーナーズは、出生名デジデリオ、アルベルト・アナーズ・イデアーシャ3世として、キューバのサンティアーゴでキューバで父、デジデリオ、アルベルト・アナーズ2世と、 母ドロレスデアーシャの裕福な家庭に生まれた。彼の父は、サンティアーゴデ・クーバの最年少市長を呼び、衆議院議員であった。母方の祖父アルベルト・デアーシャは、バカルディの重役であった。デジ・アーナズの自伝、ーブックによると家族は三つの大農場を経営し、宮殿のような家に住み、サンティアゴはの私有の島に別荘を所有していた。1933年に、キューバで、 フルヘンシオ・バティスタにより、ヘラルド・マチャド大統領に反する革命が起こり、アルベルト・アナーズは収監され、彼の所有する財産はすべて没収された。彼を支持する義理の兄弟のアルベルト・デアーシャが仲裁し、6ヶ月で釈放された。その後家族でアメリカのフロリダ州マイアミに亡命し、デジア・アーナズはセント・パトリック・カソリック高等学校に通学した。1934年夏。 英語上達のため、フロリダ州タンパ近くのセントレオ大学に進学した。デジ・アーナズは、アメリカに転居後、自身の生計を立てるため小ビジネス界に入った。1939年、ブロードウェイミュージカルで主演した。1940年、アーコによる、この作品の映画化に出演するためハリウッドに行き、この作品に主演する、ルシル・ボールと出会った。 1940年11月30日、アーナズは、ボールと結婚した。またこの頃ザビアクガートのバンドでギターを演奏していた。1940年代、バターン特命隊などいくつかの映画に出演した。招集令状を受けたが、それ以前に膝を怪我していた。新兵訓練に参加したが、第二次世界大戦中は限られた業務しかできなかった。サンフェルナンドバレーにある、 陸軍病院ののプログラムに配属された。負傷兵が最初に求めるのは一杯の冷たい牛乳であることを悟り、映画スターを招兵して、彼らに牛乳を注いでもらうことを計画した。退役後にオーケストラを組織し、ライブやレコードなどで成功を収めた。幼馴染みのマルコ・リゾー・オピアノ演奏とオーケストラの編曲のために雇い、バーミンガム病院で彼はジョン・マキアと共に行った。 テレビ界で成功後もバンド内での彼の役割を守り続け、リゾは、I Love Lucy で作曲及び編曲を担当した。1951年10月15日、妻のルシル・ボールと W 主演した、I Love Lucy が初回放送された。このドラマでは架空の自分自身、キューバ系オーケストラのリーダーである、エンリケ・リカード愛称リッキーを演じた。ボールは、リッキーの妻、 ルーシーを演じた。テレビ局の重役はボールが出演していた人気ラジオ番組のテレビ版にボールを出演させたかった。ボールはアーナズとの時間をより多く持つため共演者にアーナズを押した。もともとはルーシーとラリー・ロペスの小ビジネス界で成功している夫婦の華やかな経歴が普通の生活をしようとする二人の邪魔をする話であった。市場調査をもとに このシナリオは世間受けが良くないと考え、脚本家のジェス・オプンハイマーは、夫役を売れない若いバンドリーダーのリッキー・リッカードに、妻役のルーシーを、才能もないのに小ビジネスに憧れる、普通の主婦に変更した。ラリー・ロペスという名は実在のバンドリーダーである、ビンセント・ロペスと似ているため、リッキー・リカードに変更した。リッキーは、トロピカーナ・クラブに出演していたが、 後にクラブを所有することになると、クラブババルと改名した。当初は、ボールと、明らかにラテン系のアーナズとの結婚生活を描くのは、アーナズのキューバなまりの英語とラテン系のスタイルは、アメリカの視聴者に受けないのではないかと危惧された。1950年夏、二人は、スペイン人ピエロのペピとペレスの助けを得て、ラジオ版の脚本家たちと共に、ボードビルのツアー公演を行い、 これらの意見を払拭した。アイラブ、ルーシーのパイロット版にはこのボードビル公演で使われたネタが使われた。このパイロット版は第1シーズン第6話で再び制作された。当時彼は最も成功したテレビ界のコメディ、工業主となった。これには妻ボールの100万ドルのコメディセンスが貢献している。アーナズはボールと共にデシルプロダクションを創立した。 当時多くのテレビ番組が生放送で多くの視聴者がニューヨーク在住だったため他の地域の人々はキネコで見るしかなかった。カメラマンのカール・フロイント及びアーナズは観客を入れ連続したセットで複数のカメラを使用した撮影方法の発展で名を残しておりこの手法は現在のシチュエーションコメディの性の基礎となっている。フィルムを使った撮影では 他の地方では高品質の映像を見ることができなかった。アーナズは、スタジオに観客を入れるのは不可能だと言われたが、フロイントとともに、消防法や安全基準に準拠し、観客が入れるスタジオセットをデザインした。テレビ局の重役はこれを浪費だと不快感を示した。しかしアーナズは、撮影予算を超えた分はデシルが負担し、映像全権をデシルが所有することでこれを納得させた。 前例のないこの方法はテレビ誌において最も画期的な方法の一つと考えられている。彼の洞察力のおかげでデシルはアイラブルーシーシリーズ再放送すべてから利益を得ることとなった。またアーナズはボールが妊娠した際テレビ局に彼女を出演させるよう促した。アーナズによると CBS はテレビには妊娠した女性は出せないと語った。 アーナズは、司祭、ラビ、協約者に相談すると、彼らはすべて妊娠した彼女が、テレビに出演することも、プレクナントという言葉を使うことも、全く問題ないと語った。CBS の姿勢は難化し、妊娠及び出産を脚本に組み込むこととなったが、プレクナントという言葉を使うことは避けられ、代わりに、イクスペクティングを、キューバナマりで言った、スペクティングが使用された。 このエピソードではフランス語のプレグナントという言葉を使ったルシーイズ・アンサントというタイトルが付けられ、後に別のエピソードにはプレグネンツイミング・アー・アンプリディクトブルというタイトルが付けられたが実際にはタイトル名は放送されなかった。アーナズはアイラブ・ルーシーの他にもマーガレット・ホワイティング及びバーバラ・ホワイティング・スミス主演のゾーズ・ワイチン・ガールズのエグゼクティブプロデューサーを務め、 アンタッチャブル、モーガン警部、U.S. マーシャルなど数々の連続ドラマにも関わっていた。また、アーナズとボールが主演した映画のプロデューサー務めた。アーナズとボールの離婚後もデジル社は番組のプロデュースや他の番組へのスタジオの対応などを行っていた。デシルはメイベリー110番、ザルー,ジーショー賞、宇宙大作戦などをプロデュースした。ボールが デシルの自身の持ち分を後のパラマウントテレビジョンに売却し、アーナズはデシルの自身の持ち分のもとにデジアーズプロダクションを立ち上げた。1967年から1968年および NBC の2シーズン分を制作した。デシルとおよびルシルボールプロダクションはと提携し、CBS の所有でないボールとアーナズの作品のビデオの再発売を行った。 これらの作品には、陽気なルーシー、ザ・マザース・イン・ロー、ボールやアーナズが、それぞれ独自に作成した番組などが含まれる。アーナズとボールは、エスニックジョーク、身体的障害や、精神的障害を笑いにつなげることを避けた。ただし、リッキー・リッカードのスペイン語なまりの英語だけは、例外とし、これをジョークにできるのは妻であるルーシーのみの設定となった。世界中で、 他の国を知らない十六歳のほんの子供がやってきて言葉も話せないのに成功をつかんだことについて語ったことがある九年にわたる番組のリッキー・リカードの役どころは典型的な1950年代のアメリカンドリームを反映している番組開始当初は小さなブラウンストーンのアパートメントに住んでいた後にリカードは大きなチャンスをつかみ一時的に仕事先のハリウッドに あるオシャレなホテルのスイートルームに宿泊した。その後ニューヨークに戻り、ヨーロッパ中を旅行した。最終的にリカード一家はコネチカット州ウエストポートの豪華な邸宅に引っ越した。1940年のアーナズとボールの結婚は波乱に満ちていた。浮気及び飲酒問題により、1944年9月、ボールは離婚を申し立てたが、中間判決前に、 ボールはアーナズの元に戻った。二人には、長女で女優のルーシー・アナーズと、長男で俳優のデジ・アナーズ・ジュニアがいる。飲酒及び女性問題の拡大により、アーナズとボールの結婚は徐々に崩壊していった。アーナズの階層によると、プロダクション会社の運営のプレッシャーがあり、会社の成長とともに、日々の創業を監視することは、繁忙さを増していき、 ストレス解消の吐け口を求めざるを得ないように感じていた。またアーナズは軽出演をわずらっていた。1960年、ボールはアーナズと離婚した。離婚後初めてボールが番組に出演する際、ボールとアーナズはデシルプロダクションの契約を見直し、ボールはアーナズの取り分を買い取った。百六十三年三月二日、アーナズはエディス・マック・ハーシュと再婚し、 表舞台から遠ざかっていった。アーナズは、の、エグゼクティブプロデューサーを務め、2年間の放送期間中に、スペイン人闘牛セニオールデルガドとして4回ゲスト、出演した。1985年、エディスが亡くなった。1960年の離婚以降、アーナズもボールも他の者のと再婚したが、二人の友情は続き、最後の、 約10年間はより親密になった。I Love Lucy はただの題名ではなかったとアーナズワーと記した。アーナズが亡くなる直前、ボール及び孫のサイモンと共に出演したファミリー向けテレビ映画が放送された。1970年代、司会者でプロデューサーのマイク・ダグラスと共に番組の司会を務めた。I Love Lucy で共演していたビビアン・バンスがゲスト出演した。 NBC ののスペシャルにメインで出演し、子供二人も共演し、バンスが短時間出演した。1976年2月21日、自伝 A ブックのプロモーションで、息子のデジジュニアと共に、サタゲーナイトライブのゲスト司会者として出演した。この番組では、I Love Lucy、アンタッチャブルのパロディが放送された。I Love、ルーシーのパロディでは、I Love、 ルーシーの初期のコンセプトで放送されなかったルイ・アームストロングとの生活を描いた設定のアイラブ・ルイが制作された。またひどいキューバなまりでルイス・キャロルのジャバボックの歌を詠んだ。デジ・ジュニアはドラムを演奏して SNL バンドと共演し、アーナズはおよびアーナズが所属していたダンスバンド時代の曲キューバン・ペテを歌った。この曲の編曲は アイラブルーシーで使用されたものと類似していた。出演者全員を率き、創造し、コンガダンスでスタジオを横切るシーンで番組は終了した。アーナズと再婚後の妻はカリフォルニア州デルマーに転居し、反対職した残りの人生を過ごすことにした。カリフォルニア州コロナに馬の繁殖牧場を所有し、サラブレッドをレースに出していた。また彼は、 サンディエゴ州立大学及びチャリティや非営利団体に貢献していた。サンディエゴ州立大学では、スタジオプロダクション、テレビでの演技についての講義をしていた。リンダ・ラビン主演、アイ・ラブ・ルーシー制作者である、マデリン・ピュー及びボブ・キャロル・ジュニアによるプロユースの連続テレビドラマにゲスト出演した。1986年、アーナーズは、肺がんと診断された。 数ヶ月後の1986年12月2日、69歳で亡くなった。亡くなる2日前、ボールはアーナズに結婚46周年をどうするか話すため、電話をかけた。アーナズは、もうあまり話せる状態ではなかったが、愛していると繰り返し、ボールは、わかったわ、あなた。後で話しましょうと言った。アーナズは仮装され、灰は巻かれた。 アーナズが亡くなったのは、ボールがケネディセンター名誉賞を受賞する5日前であった。アーナズは1988年10月24日に92歳で、亡くなった母ドロレスより約2年早く亡くなった。ハリウッドウォークオブフェームのハリウッド通り6301番地に、映画界の6250番地に、テレビ界の計2つの星が埋め込まれている。ニューヨーク州。 ジェームスタウンにルシルボールイコールデジアーナズセンター博物館があり、ニューヨーク州セロロにあるルシルボール記念公園の中にデジアーナズ野外音楽堂がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。